アブソル来たな。一歩引いて戦いたいね。鎧つけてあげて。オッケー、ナイス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 。あ、ちょ、鎧あんまみんなにつけてないな。なるべくこう、広い範囲で。死ぬなよ、オッケー。鎧つけてるからな。生き残れ、生き残れ。はい、こんにちは、翔太です。ポケモンユナイトね、やっていくんですけど、私らが、まあ、めちゃくちゃなんか評価高くて、こう、1チームっていうか、まあ、5人の中に1人は絶対必須みたいな感じの印象があるのでね、使っていこうと思います。ちなみに持ち物、まだ脱出ボタンね、取れてないから、まあ、スピーダーで、代わりに代用してるって感じですね。これみんなどっちかな、うまくそれに合わせていきたいけど、これは上でいいね。で、私らは自分でキルしないで、こうやって削って、キルを取らせてあげるっていう。その代わり、持ち物を学習装置にしとけば、まあ、あれなんで、大丈夫ですね。自分もまあそこそこ経験値溜まるし、キル取っちゃってないよ、大丈夫だよね。こう削ってあげて、譲ってあげるみたいな。そういう感じのね。もうちょいか。こんなもんかな。こんな感じで、そうそう、これで9コン4になったから、まあ、9コンも言うてそんなにレベルいらないポケモンではあるんだけど、私らがもうね、ほとんどレベルいらない、オッケー。1キルして行き、もう1個取れる。はい、でか。ゴールもできるね。で、グラスミキサーで、これで移動早くなるから、ちょ、1点だけ入れとこう。こうやってやると、自分とか味方もここに入ってると移動早くなるんですよ。これで味方補助するっていう感じですね。これ下9コンとあれだな、2人で行って潰すか一気に。私らがにはなっているため、ルカリオ取れんじゃない、無理か。ルカリオさ、ちゃんとリオルから始まれや。お前自分だけルカリオスタートっていうのは、進化前のさあ、リオルをないがしろにしてさ、それは、どうなんですか？で、味方をね、回復させるスキルとかも結構あったりして、本当に、サポートめちゃくちゃ有能な感じなんだよね。でも遠隔での打ち合いもまあまあできる。まあ、できるっちゃできるけど、強くはないんだけどね。っていうところで、これはこんぐらい残しとくか。味方取るでしょ。ああ、下すげえ来てるから、下残っとくか。学習装置で勝手に、経験値を入るため。これ、ああ、止めれたね。で、これ追撃するときに前に出してあげると、リサード移動早くなるっていう、助けれるんですよ。これで。で、逃げるときも、まあ、攻撃するときって基本的に、なんていうの、味方より後ろからやるから、後ろからグラスミキサー打ってあげると、引けるっていう。で、敵にもダメージ入るっていうね、感じの。まあ、動き。で、こう、時々、シールドつけてあげて、ってやると、これがね、自分が使ってるとそんなに、なんか目立った感じしないんだけど、味方にね、うまい私らがいて、めちゃくちゃ、そういういいサポートが入ってると、すげえやりやすいんだよね。敵もこう、私らが頑張ってるんだけど、まあこれは厄介だから、結構狙われるは狙われるんじゃないかな。ただ私らがね、自分にこのシールドつけるから、死なないっちゃ死なないんだよね、なかなか。一人でだから、ゴール守るみたいなのも結構、強いっていう。だから多分、できることが多いから、あれなんだろうね。結構入ってくるんだろうね。ね、お互い私らがいるとマジでね、お互い私らが上手かったりするとね、収拾つかない、マジで。死なないんだよ、ずっとこう、これで。鎧つけて、下がりながら、プルファイトするみたいな感じで、全然しないっていう、ことがね、起きるんですよ。これはでも、味方強えな。味方強い時にね、私らがやるとね、マジで楽しいよ。めちゃくちゃ、サポートしやすいし、サポートしやすいっていうか、なんか、サポートできてる雰囲気が出るから、なんか、楽しい気持ちになれるっていう。これ、いけいけ押せ押せな感じになってきたな。アブソル来たな。一歩引いて戦いたいね。鎧つけてあげて。オッケーオッケー。ナイスナイスナイス。
行くぞ行くぞ行くぞ。鎧つけてあげて。ちょ、出すぎる癖あるな。それは良くない気もするけど。オッケー、ナイス。これ多分ここでこれ以上やり合ってもしょうがないから、一回自陣持った方がいいかな。あのね、このね、上のね、コットンカードの方ね、なんか僕めちゃくちゃ間違えて綿星取っちゃうんだよね。なんかコットンと綿一緒じゃん。それめちゃくちゃ似てる気がして、なんか取っちゃうっていう。これは挟めるからなるべく削っとくか。ルカリオ来るまでに。このルカリオも取れる。いやー、ゴールされちゃったな。よくねえな。やべ、いけるいけるいける。鎧つけて、追撃早くして、オッケー。いけいけ、頑張れ頑張れ。これが楽しいっすね。僕、私らが結構好きなんよな。これでまた移動早くなって、ウルトも上がる。ただ、マジで自分がね、モブのキルも取んなければ、敵のキルはまあたまに取るか。ただ、モブのキルを本当に取んないから、全然ゴールできないっていう問題はあるんだけど。波動砲来た。やばいやばい。鎧つけといてあげよう。死ぬ前に。これは、鎧またつけてあげればよくて。バナ強えな。いや、バナでもこれ死ぬぞ、多分。あ、オッケーオッケー。明らかそうだよね。出すぎっすよね。浮いてる感じだったもん。あとこの、ほんと泥棒的にさ、落ちてる、これ拾ってくしかないよね、マジ。これは私らがで僕、どうしたらいいんだろうって思うことポイント1かもしんないわ。まあゴールして、鎧つけてあげ、つけれなかったね、ごめん。あと5秒待ってくれれば、つけてあげれる。オッケーオッケー。これをそんで泥棒していく。で、ルカリオにはつけてあげたいんだよな、鎧。オッケー、ついた。この白い線が出てれば、鎧がついてると。あ、ちょ、鎧あんまみんなにつけてないな。なるべくこう、広い範囲で。死ぬなよ、おかげ。鎧つけてるからな。生き残れ、生き残れ。ああ、いや、行った方がいいか。ゴールまで行くだろうから。鎧と、この移動補助、つけてあげた方がいい。鎧はつけたい。来た来た、ベースレイプ展開来てる。マジで、こういうゲームってさ、こっちの、その、手のアクションに集中するとさ、あー、逃げれないか。あの毒の中で、移動遅くなるの強いね。こう、手の動きに集中するとマジで口回んないよな。剣立ての時から口回ってないじゃんって話あるけど、その意見は無視します。めちゃくちゃ食らった、今。超痛かった。まあまあ、下じゃない。これは。なんか、なるべく、主戦場にいるべきだろうね。このキャラは。味方がいっぱいいるところで一緒に戦う方が、その、生きるから、掛け算みたいなポケモンだと思うんだよな。味方多いとこで。私は浮いてるね、これ。オッケー。鎧つけてあげる。ゴールいけるなぁ。あ、移動早くしとくか。サンダーの取り合いの時とかは多分めちゃくちゃね、重要ポケモンだと思うんだよね。鎧つける効果が、マジで重要。あとこの、やっぱいっぱいいる時に撃つと、みんなに入るからね、楽。マジで楽。ゼラブラはそれ味方だよね。OK、全員鎧。もーらい。まあ上でもいいけど、そのままミッド行ってもいいな。ちょっとここで待つか。行く？行くよ、じゃあみんなで。あ、まあゴールできるじゃん、絶対。オッケー。破壊し尽くした。ウルト使わなかったな、ついに。キルは全然してないし、アシストもちょっとだと思うんだけど、このね、数字にならない貢献をした気持ちになることが、楽しさなんじゃないっていう。あ、それでもまあまあ、あ、来た来た。見てこれ。20アシスト。
いやでも味方全員強かった、なんか。まあレベルはね、やっぱね上がんない。で、こういう展開になってレベル自分上がんないから、まあ、学習装置ずっと使い続けれるから、まあ、持ってもいいんじゃないかなっていう感じですね。まあ、GG ってことで、お疲れっす。